こんだけ運動したのにさらに興奮しちゃってる。私の方が眠くなってきちゃった。タイムリミットまであと1時間38分21秒。美容院行かなくちゃ。うん、疑うの。あと少し待てばジャンバたちが帰ってくるわよ。頑張って。するか。ちょっと困った。やっぱりあの花欲しい。たくみくんと結婚するときウェディングブーケにするんだから。やった、お花ゲット。ブーカディアスティッチ、リボンの子供は預かった。返して欲しければ下の場所まで来るように。誘拐されちゃった。どうしよう。ガントゥ、ちびっ子は捕まえたのか。はい、捕まえたのですが。ネズミ。おい、なんだ。ネズミじゃない。赤いマントなんかしちゃってダサい。ダサいな。ほら、やめなさい。博士、この子逃がしちゃダメですか。いや、ダメに決まってるだろう。スティッチを捕まえる段取りはできてるんだろうな。はい、テストいきます。3、2、1、ポチ。届いた。俺が作った特製のスティッチサンド。おお、完璧だ。あと数時間後にはこのサンドイッチのようにスティッチが届くというわけか。愉快愉快。はあ、かん。あと40分か。ギリギリね。ズルカー、ユナたち預かった。だからデートだって言ってるでしょ。レイカが誘拐されちゃったの。え、スティッチ助ける。私も行く。ダメ、子供は危ないからここにいなさい。ズルコ。来たな、スティッチ。ボーカ、返そう。返して欲しければ、まずお前がこの自動転送マシーンの中に入るのだ。わかった。やりやり、ついにやったぞ。スティッチを捕まえちゃう。なんだ？なんかこっちに来る。あれは。なんだ？なんかすごいのが来ちゃったよ。私が相手よ。スムヌク。ねえ、私にいい作戦があるな。ここら辺にいるはずだ。
あそこだ。あれ、1、2、3。あれ、スティッチがいっぱい。うわ、みんなバラバラに走って。どれが本物のスティッチ？こうなったら全員捕まえろ。それでも隠れてるつもりか？捕まえたぞ。残念でした。今よ。やめて。まあね、こうなることはうすうす気づいてはいたけどね。みんな、怪我はないわね。デートじゃなかったの？もう間に合わないわよ。帰ってみんなでご飯でも食べよっか。ダメ、諦めちゃ。デートをすっぽかすなんてイエローカードさ。早く。少し待たせるくらいがちょうどいいんだから。あんたたち、いた、あそこ。遅くなってごめんなさい。また失敗したね、ハムスタービール。パパは出張でいません。パプオルチュバ偉いでちゅね。あ、そっか、お仕置きはまた今度に。で、バレバレのコスプレしてるんじゃないのよ。ジャンバたち、もうすぐ戻ってくる。超リッチなセレブのイケメンだったのに。外見で判断する男なんてレッドカードさ。この私が振られるなんて。きっとまたいい人が現れるよ。おばさん割と綺麗だし。おばさんじゃなくてお姉さん。